はい、どうも。かずきです。お散歩道は今日快晴。ここどこでしょうね。風邪気味の二人を連れてきてるんですけど。手とベビーカーと足しか動かせないんですけど。まあ、海浜公園。適当。綺麗にすんだよ、これ。本当だ。まだまだ道のりは長いかもしれないけど。見晴らしの丘。ほら、苔屋を見に来ました、皆さん。こんな感じでね。歩いてますよ。あったけえな、意外に。自撮りしてたではちょっともうちょっと歩いてみます。そしたら後ほど。はい、どうもー、かずきです。あ、今日赤いね。赤い赤い。前来た時ちょっと早かったな。コスモスもめっちゃ綺麗。前植え方変えたのに、前上の方にコスモスやってないよね、うん、おー、いいね。しかもなんか炭火でもいや、登ってきて取り忘れてたよ、ここまで来るの。すごいね。もうきっとここさ、ネモフィラの時もっとすごいんでしょ。うん、ネモフィラの方が多分ね、この青空にある綺麗な。ここいいじゃん、これ。あ、本当だ。いいじゃん。あ、ここ綺麗。でも終わりかけたな。こっち側はね、寒いのかな、こっちの。あ、でも緑か。なんか茶色じゃない？緑？すごい。後半って書いてあったね。緑だとスーモくんだね。スーモくん。コスモスがすごく綺麗。今年のコケアはこんな感じでしたね、皆さん。いい商売、多いな。こんな感じで、もう人だ。やっと活気が戻ってきたような感じなんだね。コロナも少し落ち着いて、あれ向こうの緑の方がそば畑だね。そば。そんなに珍しくない。コケアを同じ場所で見てる人がわからない。晴れてっから最高だとか。お天気最高だったね。曇ってたらね、写真撮ったら微妙な感じになった。いいね。海浜公園からかずきチャンネルでお送りしました。マリマリ。